こんにちは、斉良平です。この動画は僕が14年間占いやってきた統計の話をもとにやっていく動画が一つの目的でやらせてもらっている動画です。今日はちょっと珍しくホワイトボード使って、お話をさせていただくんですけども、すいませんちょっと動いちゃった。で、まあ8月8日の日に強運者に存在するたった一つの共通点みたいな話をちょっとやったんですけども、まああれは1時間でまとめてやった話だったので、まあちょっとアーカイブが最近の方にも上がってると思う。1時間ぐらいの動画ですね。まああの話は正確に言うとですね、3時間ぐらい本当にかかる話で、まああの時のためにちょっと1時間に要約して話にさせてもらったんですけども、まあ今回、まあ、そこの話からちょっといくつか、まあ、補填する話もそうですし、まあちょっと目的があってこの動画を撮らせてもらってるんですけども、あの時の話の中でまあお客さんからもちょっと言われたことと、まあ後からちょっと補填したいと思ってた内容っていうので、今熊本豪雨災害の白鷺村復興支援のために今クラウドファンディングというのを立ち上げて、ぜひこちらの方もよろしくお願いします。で、まあこのクラウドファンディングをやっていく中で、皆さんが講演者、毎週今8月の土曜日に講演する講師の先生たちがみんな出てきて、でバックに出てる竹の絵がっていう話をした時に、まあなぜ竹って、まあよく言う笑う角には服着たるとかっていう風にして、僕がなぜ竹を斜めにスパッと切ってるかみたいな話をした時に、結局あの中のコメントの中で僕がちょっと見つけたんだけど拾いきれない人がいて、こう垂直に切るやつはダメなんですかって言って、まあ斜めに、すいませんこれ人の指じゃなくて一応竹を斜めに切った時の絵なんですけども、まあ斜めに切った時に人が笑ってる口角に見える、これがスパッと斜めに切れるからこそっていうことで、まあ斜めに切って笑う角には服着たるっていう感じにしてるんですけども、まあこの話の中で何かというと、まあお正月だけって考えがちなんですけども、実際竹って縁起物で、まあよく松竹梅とかって言ったりしますけども、その中でも縁起物の植物としてよく扱われることが多いんですが、お店をやってる人たちだったりとか、まあ、普通に玄関とかでもいいんですけども、お正月じゃないといけないとかではなくて、なんかこうね、節目、結婚記念日とか誕生日とかでもちょっとした竹を切ってきてスッと飾る、ちょっと生け花とかできる人たちはなおさらですけども、竹をこうスッと斜めに切ったやつを飾るとこういう効果がありますよっていうのもありますんで、ちょっと覚えておいてください。で、まあここで竹でですよと、竹ね。でこの竹っていうのに対して皆さんももう気づきますよね。だからなんだって気づくんですよ。笑うっていう漢字の中に竹って入ってるんですよね。これなんかなんとなく笑うとか笑顔って書いてたけど、あ、そういうことかと。だから竹っていう字がここに入るんだなっていうのはもうそこなんです。実はこれもね、竹っていう字がここに入りますよってのはここなんですけども、まあそれで、まあこう今日の話の中で一つの目的としては、人を喜ばせるのって、僕言った中で強運者にあるたった一つの共通点は、もう強運者の人って自分が運が強いって自覚してる人だけなんだけども、僕が運が強いとかじゃなくて、僕たちはね、僕たちっていうのは運が強い人たちっていうのをずっと研究してきた人間である人たちね、占いやってる人もそうだし、開運とかいろんなアドバイスをしていく人たちもそうなんですけど、そういう人たちがじーっと見てきた中で、この人たちがね、圧倒的にある力って何かって言ったら、人を喜ばせる力に長けてますと。でもこういうふうに考えると、お客さんの中で何個か言われたのは、人を喜ばせるって簡単じゃないですよねって、うん、そうですね、難しいって考える人もいるかもしれないし、まあ単純に今回のクラウドファンディングに参加してくれて募金活動とかでも人は喜んでくれることにつながりますし、そこまで難しく考える必要はないんですが、一番の効果っていうのは、喜びを共感し合うことなんですよ。実は私が喜んでて、その喜びを人に伝えるとその人も喜んでくれるっていう現象、これ日常生活の中ですごく簡単にできる方法っていうのが実は本当にあります。あの時1時間喋ってる時に言ったのかな、もしかしたらこぼれたかもしれないかなっていうところで、まあ、この話も本当に深くていっぱいいろいろあるんですが、とりあえず今日は手っ取り早くってところで、人を喜ばせるってちょっと簡単じゃないなって、それを喜ばせようって思った時に、人を喜ばせようって思った時に、皆さんが日常生活、1日の生活の中で簡単にできることって何かって言ったらですね、笑顔で朝人と最初に会った時に挨拶を交わすだけです。本当にこれだけ。やっぱり僕もこう今子供たちの送り迎えとかで朝ね、学校とか行ったりすると、やっぱお母さんたちとかとすれ違ったりして、おはようございますって言ったりして、その時常に自分笑顔でいようと思ってます。もちろんその笑顔じゃない人たちもいっぱいいるんですよ。やっぱり忙しいし、子供に手もかかって大変な時期だからって、でもだからこそその一瞬でもいいんです。笑顔で挨拶をしてくれる人たちと、笑顔で返さない人、もしくは挨拶すらしない人っていうのもいたりするかもしれないけども、笑顔で自分が挨拶で交わして、その人がニコって返してくれるって、多分この人もあなたが笑顔で挨拶をしてくれたから笑顔で返してくれると思うんですよね。だからそういう風にして、今言ったのは私が笑顔で挨拶するから、この人が喜んでくれるから、この人も笑顔で挨拶で返ってくるっていうのが人を喜ばせることの簡単な方法だし、そして人を喜ばせる上で
同じように共感し合えること、これが簡単な方法です。だから挨拶ってすごく重要で、まあ見落としがちな開運法ってところでまた今度挨拶ってところにちょっと踏み込んでいきたいんですけども、まあ一つはお客さんが簡単に人を喜ばせるのって難しいですよねって中で、本当にもう人を大喜びさせる必要ないんですよ。ちょっとニコって笑ってくれるだけでいいんです。そういうきっかけを作ろうと思った時に、私が笑顔で挨拶をするっていうことを心がけるだけでも、この強運者っていうのに対するエネルギーっていうのがどん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 上がっていって、そういった人たちに近づいていきますよっていうのも覚えておいてください。そしてあなたが笑顔でって、まあ、僕その1時間の会の中で女性っていうのは敵に回すと本当に恐ろしいよ、ただし味方につけるととっても力になると、特に男性よく聞いておいてくださいねって、女性の扱い方を雑にしちゃダメですよって話をした中で、まあ、僕の先生たちみんな女性、まあ、男性の方も一人いましたけども、まあ、女性の方がほとんどだったので、まあ、女性の 話をたくさんしてたんですけども、まあ、その中で僕が男性の場合はここにこんな辺を足してくださいとね。そして横にいる女性、もちろん彼女奥さんはもちろんのことを、周りにいる女性、大切な人、そういう人たちを笑わせて喜ばせるっていう力を持つ人たちっていうのは、またさらにそういう力が上がっていきますよっていう話をして、まあこれを別に嬉しいっていう風にして、あなたが日常生活の中で常に笑顔で、そして挨拶ができる人でっていう風に考えてくれると、その人の運勢ってどんどん上がってって、そして何よりもその人の幸せの力っていうのは強く上がっていきます。でまあここで言っていくと、よく最近さっき調べた時に、女性がねよく笑うと笑顔が咲くみたいな感じで、まあ、花が咲くっていうのも笑顔が咲くみたいな感じで、皆さんがよく表現する人たちもいっぱいいますし、ちっちゃい子供たちだったりとか、だからこういう表現の仕方っていうのが昔から存在してるのも、笑顔が咲くっていうのも素敵な表現だなと思うし、皆さんが日常生活の中で朝一瞬でいいんです、ずっとニコニコするのってやっぱり難しいことで、もできたらそれがいい、でもいつも笑顔でいて、そして、ね、笑顔を咲かせながら、そして人に挨拶ができて、それができていく過程の中で、あなたは誰かを喜ばせて、あなただって嬉しいって思えるし、それを共感できた時にまたそれをみんなで楽しいっていうのは共有できるっていうのが、実はこういった中で少し隠れてる、ちょっと補填したいなと思った内容の中にあったことなんですが、まあ、今日話の中で一つの目的は、この前の話の中でちょっと漏れてることがあって、まだいっぱい補填しなくちゃいけないところいっぱいあるんですけども、それは後にちょっとまた1時間ぐらいの動画を上げようと思ってますけども、まあ、ちょっと簡単にこれを先にさせてもらおうと思った理由は、さきちゃんへの動画メッセージです。いい名前ですねっていうことと、なんだこれいきなりさきちゃんだって言ってるのは、実は僕が今年の1月、東京の公園に行った時に、ある女性からですね、先生ってこの本にサインをいただけませんかって言われて、実は今すごく重い病気で戦ってる女の子がいて、その女の子に本をあげたいと、で先生がそこにサインを書いてくれたらきっともっと力になるだろうから、何かメッセージを一言いただけませんかって言われて、僕そこにいつも通りというか、僕必ず叶うって書くので、口に出して10回だよって、その上でこの子にもきっと力を与えれるようにと思って、多分僕なんかね、今の年になって人にサインするようなことになるなんて思いもしなかったけど、たくさんサインとかもさせていただける機会がたくさんあって、ただその時のサインになんかもう全身全霊を込めたのをすごく覚えてて、まあちょうど息子のこともあって、息子も大きな手術も控えてるしっていう中で、やっぱりその子もまだちっちゃな女の子で、ちっちゃいながらにこんな風にして頑張って、ね、大きな病気と戦ってるんだって思った時に、なんかその子のことも思ったし、そのご両親のことのことも思うと、なんかもう胸が張り裂けそうで、今自分がなんかできるならと思って全力でそこにサインしたのを覚えてて、で後から聞いたら、その女の子は僕がこう書いたこのサインの字をなんかプレートかなんかにそのまんまこう焼き付けて、プレゼントでネックレスかなんかにして渡したって言ってたね。で、まあ、その本当にねすごく重たい病気で大変な状況だったんですけども、今すごく改善して良くなったんですとっていう報告を7月かな、それぐらいにちょっと連絡をいただいてて、よかったなって思ったのもそうだし、ちょうどうちの息子の手術も終わって、この期間本当たくさんの人にね祈りというエネルギーももらって、感謝の気持ちもあって、そして何よりも本当にありがとうございますっていうメッセージをもらった時に、よし、まあこの場所を通してさきちゃんっていう名前の中に実は潜んでる素晴らしい開運法が入ってますよって、まあ本当偶然っていうか、僕がこの講演会で喋ってきた内容もそうですし、そしてまあ笑顔が咲くって、あなたは笑顔で笑顔が咲く子、そして人を喜ばせる、それのことを通した上で、あなたは嬉しいって思える子だよって、多分ご両親がつけてくれた名前なのかもしれません。つまりすけちゃんってよく覚えておいてください。君の病気はこれから先もっともっと改善していくし、そして健康だけじゃないです、あなたはこの人生の中でもっと大きな幸せを手にする、その時に
絶対に忘れてほしくないことっていうのは、どんな時でもあなたが笑顔で、そして心配してくれてるご両親や友達の人たちの前で元気よく笑顔で挨拶をしてあげてください。そうするときっとその喜びっていうのはみんなで共感できて、たくさんの人を喜ばせて、そして楽しいって思える人生になると思います。さきちゃん自身の人生がこの先どんどんね開けて開運して幸せになって、そして病気で戦ったあの期間があったから私は今こんなに幸せになれたんだっていう日が来ること、僕はもうすでに分かってます。だから忘れないでください。あなたの名前の中に入っている素晴らしい漢字です。ご両親が考えてくれたのか、もしかしたらおじいちゃんおばあちゃんかもしれない。でもこういった漢字の一つ一つにもそんな意味があるんだよっていうことも覚えておいた上で、この先さらに幸せな人生をかけながらですけども、常に僕は祈って、そして応援させていただいています。そしてこの動画を見ているたくさんの方たちにも同じことをかけながらですけども、僕も応援させていただいて祈りを捧げさせていただきたいと思ってます。以上です。ありがとうございました。